はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。3月の7日13時13分今現在のアイビデオ情報になります。ちょっとね、お出かけ寸前に今ギリギリね、返信もらったので、まあ、速報ということでね、お知らせいたします。で、今さっきね、このようにね、まあ、601HW だけ復旧してたので、まあ、3500円から4000円、予告のない値上げですかってね。で、これは古いデータですよねとね。で、無制限プランっぽくなってるからね、これ100ギガにしないとまた問題になりますよっていうことでね。って言ったらね、大変申し訳ございません、現在 601HW の月額は4000税抜きとなりましたのでご了承くださいね。予告なしの値上げですかってね、100ギガプランを隠している理由ありますか、問題になりますよっていうことでね。このプランは100ギガプランなので100ギガで使えなくなってしまいます。そしてここに書いてあるようにね、今月のデータオーバーした場合は、ね、今月に機種変更はできませんということで、要は月末になるとリセットするので機種変更はしませんよと、ね、100ギガプランだから100使ったら割ですよって、まあ、そのためのあれなんだけど、なんと100ギガプランという名前を消してしまいました。また、ね、今度の新しい担当者は何考えてるんだこれ、うん。まあ、最近ね、新しい担当者と、まあ、思われる人がね、日割りにした 501HW ね、これもあるからとかね、リンクポンポン貼ってきてね、まあアピールしてくるのはいいんだけど、おじいのねとこ見てるのもいいんだけれども、ちゃんとこういうとこ前の担当者さんからね引き継ぎしないと、うん。今なんかまた来たけど、商品調整ですって、何の商品調整だ、これ問題になりますよってね、商品調整ですって、調整ってどういう意味だ、これ日本語分かってないじゃんこの人ね、ちょっと日本語分かってないじゃん、日本語通じてないよ、ね、日本語分かる人いませんか、日本語分かる人いませんか、おかしいでしょこれね、プランの表記が、あれと消しているのですか、見てるよね、まあ、これが担当者が変わって意図的にまた100ギガプランに戻したものをね、またまさも無制限にね、表示が100ギガプランを抜かしてね、だけどここのところをよく見るとデータオーバーした場合で、データのオーバーっていくつオーバーした場合なのこれね、ここだからちゃんとしないとダメでしょう、値上げは値上げでさ、今回予告もしないしさ、いや、どんな方針転換したの一体、これ内容書いてないよね、だってこれ今度の担当大丈夫か、今度の担当大丈夫かどこにも100ギガって書いてないぞ、だけどデータ使い切ったら交換しませんってすっとぼけるつもりか、また同じ過ちをミスるのか、昔のミスを知らないのか、それともこれ、
今までの日本の状態がこうなってるっていうのを知らなくて、そのまま勝手に引き継いでやってるような感じだね、これね。また同じトラブル繰り返さなきゃなんないのか、これせっかく良くなったのに。前の担当者いい加減にやめてったんだな、これ多分、もうだんだん嫌になって、あ、やめたっつってやめちゃったんだろうな、きっと。そういうことか。これはちょっと一波乱ありそうだね大丈夫か、アイビデオまあ値上げだったらみんなね、海外の方リンクがあるのでね、そのリンクからジャパンの方まだあるでしょ。ちょっと待ってよ、このリンク先からね、まあ値上げだったら別にここから借りればいいんで、このジャパン Wi-Fi のところからね、ここから日本で借りるよりもね、サンマリオン ZT でしょ、$36、値段変わってないよね。で、まあ、$36、ここで、これだよね。まだ全然変わってないんで、ね、まあ、これを機会にね、サンマリオン ZT の無制限を安く借りたい方は、もし値上げするようだったらね、これ、こっちで借りちゃった方が安いね、これね。で、あとおじいが思うのに、このまあ時期的に値上げの時期っていうのもあるんだけど、今までは4月に行ってたんだよ。で、まあおじいの勝手な予想なんだけれども、まあまあいろいろなところで今また無制限プランっていうキーワードで注目されてるよね。で、その無制限に関するとこのおじいの動画も結構見てもらってるんで多いんだよ。それだけ無制限に関心があって、で、のぞみ Wi-Fi の無制限というのが実は無制限に使えなくてね、無制限プランに、完全無制限プランにふざけてんのかこらみたいなお客さんの声があって、まあ富士から乗り換えたとかそういう方多いと思うけど、まあ、結局初期費用だけ上乗せして結局使えないのが一緒っていうね、面倒くさいこと、使えない期間とかね、送料負担になってるっていう結果があって、じゃあ本当に無制限に使えるのはどこなんだったら、アイビデオだっていうね、やっとそこで分かった、アイビデオに切り替える人が出てきてたでしょ実際に。まあ502HW603HW の1円レンタル、まあ、大好評で物がなくなっちゃうぐらい殺到して、で本当の真の無制限プランがね、クラウドシムを借りるよりもアイビデオの方が全然安いというね、まあまあ殺到して当たり前だよ、本当に安心して使いたい人はね。こんだけのおじいがだってこんだけ使ってる実績もあるしね、3ヶ月で 1.5 テラ使っても大丈夫情報も上がってるわけだからね、そこから使えなくなった、止まっちゃったっていう報告がまずないわけだし、探してもね、それはだからもう物がなくなっちゃって当たり前だよ、在庫がね、だまあそこのところで需要と供給なのでね、まあ、ちょっとはすげえ申し込み殺到してるなってなれば、需要と供給で値段調整、在庫調整するのも企業としては当たり前のことだよね。でもこのタイミングでいろんなものが全体的に上がったら、今度若干有利になってきたぞっていうのが、この一番おいしい、みんなが切り替えてくれるこのタイミング1ヶ月早まってるよね、これね、予告もしないで。あとなんか担当者が変わったら、ああって日本のなんか方針ちょっと変わっちゃったって感じで、乗り換えようかなと思ってた人が今度乗り換える理由がなくなってしまったっていうね、そういう流れになっちゃうかもしんないね、これね。はい、終わりました。今ね、返事が来た。ね、この商品店で100ギガプランの表記がない、わざと消してるんですかってね、まあ、これに関して日本語伝えてたらね、もう返事が来ました。ご質問の件ですが、台湾本社が決めたことですので、大変申し訳ないのですが、こちらもお答えすることができませんってね、それは詐欺ですよって。ね、来たよ、まあ、信頼なくなるよう詐欺ですよって、ね、
心霊がなくなりますよつって。もう終わりますよ。まあこの一言だけも言っといて、あとはもうおじノータッチね、うん、まあとりあえず担当者が変わって、まあ前の担当者もそうやったね、本社が決めたことだから、そのこの間電話に出た臨時の担当の人は、まあ何でもね、本社に掛け合ってみるよ、事情を掛け合ってみるよっていうことでね、うん、まあ中国人はどの道嘘つき多いんだけど、その場のね、うん、でも正しく表現しないといけませんよっていう、こういう指摘に関して本社が決めたことだからってね、こうやって返してくる。これ終わったでしょ、ビデオ残念ながらちょっと残念なんだけどね、うーん、100ギガプランをまた隠して本社が決めたことだから、このまま引っかかった日本人邪魔見ろでね、うん、データ容量100の記載をしないで、ね、交換しないって書いてありまして、突っぱねるっていう、その方式に変わったっていうんだったら、まあ、ちょっとこれは残念以外の何者でもないね、まあ、親切で一応指摘したつもりだったんだけどね、まあ、そういうことで、まあ、今後気をつけましょう、うん、もう方針が変わったらしいです、ね、100ギガプランは表記を消しました、わざとね、そして実質値上げをして、でもデータオーバーした際は機種変更はしませんよと、ね、どれぐらい使ったらいいかわからない状態で、うやむやな状態でね、このまま突っ走るそうです、ね、まあちょっと残念だね、うん、まあそれを踏まえてね、今後のiビデオ、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います、うん、残念、でも会社はこんなもんだけどね、どこもねいや1年間よくここまででも頑張ってきたなと思うよね、うん、はい、以上です、お出かけしてくる。